さわしいね。締めにふさわしい相手来たな。マジで勝率5割。俺対ドイツは。本当に、俺対ドイツの勝率リアルに5割。絶対勝つ。ついにこの大会も大一番を迎えました。決勝戦のキックオフまであと少し。大事な一戦は間もなくキックオフです。FIFA ワールドカップカタール大会もついにここ、ルサイルスタジアムで決勝を迎えました。実況は私西岡明彦、解説には元日本代表福西崇史さんをお招きしています。激戦も勝ち抜いてきた2チームですが、果たして王者に輝くのはどちらでしょうか。世界中のサッカーファンが見守るこの一戦、日本がドイツと対戦します。長い戦いだったワールドカップも、これが最後の試合なんですね。どちらも決勝にふさわしい実力を持ったチームです。選手たちもかなりのプレッシャーを感じていると思いますが、平常心を保って戦えるかどうかが栄光をつかむ鍵になるでしょう。いい試合を期待しています。ジョナス・ホフマン、味方を使うでしょうか。南野、同点ゴールが来るか。まあもうトラップできねえんだよ。でも今の絶好の同点チャンスも相手のキーパーに阻まれてしまいましたね。さあここはキーパーのファインプレーに報いたいでしょうね。キミッヒ、ヨナス・ホフマン、さあどうするハフェルツ。さあアタッキングサードに入ってきました。相手のゴールを狙っていきます。これは読んでいたか。インターセプトしました。伊藤もらいに来るね。伊藤純也、コーナー OK。 日本のコーナーキック負けたらまたドイツ戦だぞ。なんで決勝と初戦の相手が一緒なんだ。チャンス終わってんだろこのグループ。マジでショートコーナーパンザホフマン、強えんだよドイツはよ。ゴレツカに渡ったハフェルツ、いいスペースにボールを出しました。おっとインターセプト。ドイツのコーナーキックです。ここは追加点を上げるチャンス。上も強いんだ。マジでドイツエリア内へ向かうか。ディフェンダーにクリアされました。ルサイルスタジアムで行われているこの一戦はハーフタイムを迎えました。これキーパー出させよう。はい、裏へのいいパスが出た。ここはいいや、同点に出ます。いいや、こんなんで折れる俺じゃない。こういうのを、こういうの乗り越えて俺はここまで来たんだから。あんなシュート一本外したぐらいで、今まで何本外した、ああいうシュート。それで、俺は、息を吹き返してきたんだから、クソどうでもいい、あんなの。もう一回打つだけ。次の一打をかますだけ。これはチャンスだ。危ない場面でしたが、シュートは打たせない。サネー。高い位置でカットしました。さあ前に攻め込んできました。仕掛けていきます。あぶねえ、ボールを失った。だよな、さすがにな。日本にフリーキックが与えられました。
ちょっと待って、ドイツ絶対これエフェクトかかってる今。エフェクトプレスかかってるこれ。スルッと上がってパスをカットしました。ギュンドアン、ここでホフマン。マジでドイツっすね。ドイツが正直ドイツが一番強いまである本当に。この辺ね絶対。じっくり溜め作って。柴崎岳。うん、そうだ、そうだ、そうだ。こっちが少なくとも、もうできることは普通に攻めて、ヨナス・ホフマン。それでもできない。ボールを前に運んでいます。カフェルツ。これきた。決まった。ゴール。終了間際に試合を決定づける追加点です。チームの優勝が。まだ絶対諦めない。ここから同点をついたことは全然あるから。なんで今浅野だぞ今。いやドイツ守備がマジで勝て戦ってたと思うけど。ボールはハフェルツへ。ヨナス・ホフマン、ヨシュア・キミッヒ、パスをカットしました。試合終了まであと5分しかありません。浅野拓磨。おっとキーパーのダイビングセーブです。まあ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 、ドイツが選手を変えるようです。ここはショートコーナーを使う。危ない位置でしたがタックルでチームを救います。リュディガーへのプレッシャー。おいリュディガー、すごいプレッシャー。ディフェンスが冷静に処理します。これでアディショナルタイムに。あ、一本もシュート打てねえよ。ヨナス・ホフマン、ズーレに渡った。ヨナス・ホフマン、ギュンドアンへ、ミュラー、入った。ゴール。終盤になってもチームの勢いが止まりません。これで3点のリード。ここで試合終了の笛が鳴ってきます。激闘の FIFA ワールドカップ決勝戦、手も足も出なかった。究極の勝利を手にしました。手も足も出なかった。勝利を祝うサポーターの大歓声が聞こえますでしょうか。福西さん、最高の結果になりましたね。はい、手も足も出ない。世界でも最高峰の選手たちがこれだけのプレーを見せてくれたんですから、サポーターの興奮もうなずけますよね。どちらのチームも全力を尽くしていましたが、最後は優勝にかける気持ちの差がこういう結果につながったんじゃないかなと思います。選手たちが嬉しそうな様子で続々とトロフィーのそばに集まってきました。まもなく栄光の瞬間が訪れます。裏へのいいパスが出た。決めてたら分かんなかったな。ヨナス・ホフマン、これとかさ、もうマジでさ、納得できねえんだよな俺これ。ヨナス・ホフマン、なんで歩いてんのあそこで。ボールを前に運んでいます。知らない。カフェルツ。試合終了まであと5分しかありません。もう止めんだよあんなコース。キーパーのこのコース止めちゃダメよ。サイドネットよ。ショートコーナーですね。さあ打った。試合終了まであと5分しかありません。